どうも、スバルが大好きなゆっくり霊夢ちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。うち主は電気自動車を買わないの？最近巷では、電気自動車が注目を集めてるじゃない？いきなりだな、まんじゅう霊夢。あいつは、外見がダサいから買わない、って言ってたな。そういえば、VAB が思考ってバカの一つ覚えで言ってるし。いや、実はね、スバルの雑誌を読んでたら、今度、スバルから電気自動車が出る、らしいじゃない？ああ、それはソルテラのことだな。スバル待望の電気自動車だ。そうそれ。霊夢ちゃん、意外とあのデザイン好きなんよ。確かに、近未来的でちょっとかっこいいよな。だけどこの EV、実は天下のトヨタと喧嘩して作った車なんだ。ダメじゃない、天下のトヨタ様に喧嘩うっちゃけされるわよ。まあ、霊夢が考えているような喧嘩じゃないから安心してくれ。それでも、相変わらずスバルの変態っぷりは開発で発揮したけどな。ということで今日は、スバルから販売されるソルテラについて解説しようか。やった、やった。後で、おやつのきなこ棒を分けてあげる。別にそんなのいらないぜ。うく主ならあげれば、それでいろいろということ聞いてくれるんに。それじゃあ今回は、スバル EV 新型ソルテラ走りを追求してトヨタと仲良く喧嘩、を紹介するぜ。もし、少しでも面白いと思った方、スバル好きな人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは本編行ってみましょう。ゆっくりしていってね。さっきも言った通り、ソルテラはトヨタと喧嘩もとい、共同開発してできた EV だ。開発して完成した EV をスバルではソルテア、トヨタではビジ 4X として販売するんだ。まったく、スバルはいつの間に、トヨタとそんなイチャイチャしてたのかしら。イチャイチャって。ただ、思い出してほしいまんじゅう霊夢。トヨタと一緒にするのはこれが最初じゃないんだぜ。あれ？以前にも共同でなんかやってたかしら？前にもちょっと話を出した、BRZ と86のことだぜ。ああ、すっかり忘れてた。確かにあの2台は兄弟機としてスバルとトヨタが共同開発してたわよね。そうだぜ。BRZ と86の場合は、車両企画やデザインをトヨタが担当。開発と生産はスバルが担当していたんだ。しかし、今回の場合は、スバルの技術者が、トヨタのゼブファクトリーで企画を考えたんだ。なんかスバルアウェイな感じね。早速喧嘩の予感。んなわけねえだろ。業界者のエンジニアが半々ずつ集められ、対等な立場で企画段階から一緒に実務を行ったぜ。パッケージ、デザイン、エンジニアリング、装備に至るまで、両者で議論し納得しながら開発が進められていったぜ。それは安心ね。でも出向って形になると思うけど、どうしてもアウェイ感とか出なかったのかしら？言いたいことを言えるようにこのプロジェクトでは、スローガンに仲良く喧嘩しよう。ってのが掲げられたんだ。これが冒頭言ってた喧嘩なのね。きっとこのスローガンのおかげで、妥協なく議論を本音で交わすことができたん、だろうな。スバルがやりたいこともしっかりと実現することができたはずだ。開発責任者の小野さんが、途中からは誰がトヨタで誰がスバルなのか、もはやわからないくらいの状態にまで仲が、深まった。って言っちゃうくらい、関係は良好、だったんだろうな。あら、じゃあスムーズに企画はできたのかしらね。ふっふ、甘いぜ霊夢。あのスバルが関わりに関して前面に出さないわけないんだぜ。ちゃんと、言うところは言ってたんだ。例えば、トッププライオリティをどこに置くかという議論で、トヨタは EV は航続距離命でしょってしごくまともな意見を言ったのに対し、いやいや走りでしょ。って、スバルの走りに対する情熱をトヨタ社員に熱弁してたとかどうとか。さすが、変態エンジニア集団スバル。どんなシチュエーションでも走りに対する熱意は変わらないのね。まあ、そんなスバルっぷりを発揮できるのもスバルの社長のある言葉があったからかもな。あら、スローガンとは別になんかあったの？中村智美社長兼 CEO から。君たちはこれからトヨタの中に入って仕事をする。だが、君たちはあくまで、スバルの人間だ。そこを勘違いしてはいけない。スバルの主張は、しっかりして、レベルを上げて帰ってきてくれ。というありがたいお言葉をもらってるぜ。トヨタに行っても、スバリズムを貫き通せってことよね。でも共同作用ってことは、各会社の単独技術って使われなかったのかしら？今回のソルテラ、ビジ 4X については、ほとんどの技術が共同だ。トヨタ単独技術って言うと、電池単体だけだろうぜ。とまあ、ここまでが開発の裏話的な、ところになるぜ。おうおう。ってことは、ここからソルテラの中身を見ていくわけね。そうだけど、実際いろいろな人がすでにソルテラについて解説動画をアップしている。だから、特徴を端的に紹介することにするぜ。うく主の拙い編集技術より見やすい動画なんてたくさんあるからね。それくらいにしておけ、うく主がそこで泣いてるぜ。さっきも話したが、ソルテラとビジ 4X は共同開発してることもありほぼ同じだ。ほぼ、ってことは微妙に違うところがあるってことよね。どんなところが違うのかしら。
その通り、まず違いについてなんだが、外装、内装、そして足回りが微妙に違う。まず、外装から違いを見ていこう。あいあいさー。一部では、ソルテラはビジ 4X の革を変えたお手軽モデルと言われるが、そんなことはない。確かに、共同開発で理想のベブを世に出すべく2社はいろいろと協力している。しかし、ベースは一緒だがそこからの味付けが両者で違いが出てきてるぜ。それを今から紹介するぞ。紹介の前に一つ気になったのだけど、ソルテラって名前には何か意味があるの？もちろんあるぜ。語源になったのはラテン語。ソル、太陽とテラ、大地を掛け合わせた名前だな。共に自然をもっと楽しみ、自然との共生をより一層深めていきたい、とする思いが込められてるぜ。もともと EV は、そういうクリーンなところが目的でもあるからいいネーミングよね。それではまず、ソルテラの全長、全幅、全高はこんな感じだ。同じ規格で作成されてるので、ビジ 4X も数値上はほぼ同じだな。パッと見た感じ、同じに見えるけどなんだかところどころ違うのね。まずフロントの部分を見ていくと、2台の違いとしてはライト部分。ソルテラの方はライトの灯体が見えるような設計がされてるぜ。また、ライトの中には4眼のユニットは規格が同じなんだが、スバル特有のこの字の LED が設置されてるのは、スバル車って感じがするな。こういうデザインにもスバルらしさを取り入れてるのね。他にもありそう。そうだぜ。特徴的なのはやっぱヘキサゴングリルだろうな。スバルって言ったら、このグリル、ちゃんとソルテラも装着されてる。このヘキサゴングリルを囲う黒い部分はただの模様なのかしら？ああ、これは中にカメラが入ってるぜ。このあたりにトヨタのセーフティーセンスが入ってるんだぜ。セーフティーセンス？スバルならてっきりアイサイト入れると思ってたのだが、違うのね。それについては後ほど少し触れるが、ソルテラとビジ 4X は両方とも、トヨタのセーフティーセンス採用だな。あ、霊夢ちゃん気づいちゃった。あと、開口部分の下のパネルあたりも違う。お、よく気づいたな。ソルテラではシルバーのバンパーガード風に仕上がっているな。それにフォグランプもあるのはスバルらしい。フェンダー周りの樹脂パーツもそうだけど、こう見るとスバルの XV やフォレスターとか、そっち系の車に見えるわね。顔だけ見ても、結構トヨタと差別化できて、スバルらしさがにじみ出てるわ。そうだな、個人的にコンセプトカーのビジブにも近いのかって思ったぜ。車体の色はまだ発表にはなってないが、WRX の S208 みたいなクールグレーカーキ、お濃くしたような色だな。霊夢ちゃんこういう色好きだわ。なんだかレボーグとかにありそうな色。残念ながらレボーグにはないがな。さて車高の方だが、最低地上高が 210mm あるから、オフロードもいけるな。ちなみにこの部分は、スバルが絶対に譲らなかったそうだな。さすが変態スバル。やるわね。ねえマリサ、このフロントフェンダにあるこの開閉窓みたいな部分は何なの？どうやら左右にあるようだけど。これは給電ポートだな。左が急速充電、右が普通充電だ。これも、ビジ 4X とはロゴが違っているな。前部分は大体わかったわ。後ろの方はやっぱり両者で違うのかしら？規格が同じだから大体は同じだな。リアのランプのところが、微妙に違う。ビジ 4X では毎一文字だったが、ソルテラではこの字だな。ねえマリサ見てみて。リアスポが変わった形をしている。真ん中だけ抜けてるわ。そうだな。さらにダックテールのような部分もあるな。どちらもきっと、空力のことを考えられてるんだろうな。知らんけど。ちなみに、フロントにもエアインテークが、下回りにはディフューザが設置され、空力を考えられてるぜ。燃費向上のための考えられたデザインね。そしてリアにもちゃんとスバルのロゴ。どうだ、まんじゅうレイム。外見はよく見るとスバルらしさが、随所に散りばめられてるよな。外装のことは分かったんだけど、内装はどうなってるのか気になるわ。私、電気自動車の内装売ってみたことないの。よし、じゃあソルテラの内装を簡単に紹介していくぜ。と言っても、ビジ 4X と規格が同じだから似たようなもんなんだけどな。まず、ホイールベースが長いのでキャビンがかなり長くなってるぜ。ってことは、空間的に余裕がありそうね。そうだな、イメージ的にはトヨタのハリアーを少しだけ小さめにした感じかな。加湿や後部座席に余裕があるってことだな。実際に中を見てみると、最初に目を引くのはタンカラーのシートだな。確かにこれはインパクトあるわね。確か他の車にも使われていたわよね。そうだな。スバルらしいカラーだな。アウトドアの車って印象を受けるぜ。そんで運転席に座ると、ステアリングはいつものスバルのロゴがある。注目したいのは、ビジ 4X には付いていないパドルシフトがあることだ。さすが、楽しませる車を作るのがお得意なスバルね。きっと、トヨタの社員とこの導入でバトルしたのかもしれないわね。その結果、もしかしたらソルテラのみに搭載ってことになったのかもな。次に目が行くところは、この大型のモニターだろうな。よく見ると、道路の線のようなものがあり、自分の位置がわかりやすくなってるぞ。なんだか、アナログな車ばかり乗ってると、この技術についていけなさそうね。そうだな。
これを調べてる時に、ウプ主はほぼ頭にハテナマークばかりだった。ちなみに、センターディスプレイは、12.3 インチのマルチメディアシステムに、なっていて、スマホと接続が可能。非接触式充電器もあるんだぜ。もう、どんどん技術が詰め込まれて、霊夢ちゃんもうわけわからん。しかも、スマホのアプリで、窓の開閉や施錠や空調予約なんてできるのもすごい。さっき少し話したが、アイサイトを使っていない理由はアイサイトを組み込む時間的、余裕がなかったらしいな。それだけ、システムが複雑だったってことなのかしらねきっと。とまあ、中身はいろいろと見どころしかないので、ダイジェストで紹介していくぜ。どうだ、すごい機能ばかりだったろう、霊夢。確かに、すごい機能ばかりでめまいしそう。車が空を飛ぶ時代もそんなに遠くないわね。それはさすがに、まだかかるだろうな。多分中には気になってる人もいるだろうが、ソルテラの航続距離について話すぞ。ソルテラは駆動方式が2つあり、FF と 4WD が存在する。FF の場合は、530km、4WD の場合は 460km ほど走行可能だ。やっぱり、四駆の方が燃費は悪くなるのね。そこは構造上、どうしようもないだろうな。また、バッテリーについては10年後に 90% という電池容量維持率などを実現。リアルな実用性の追求や、バッテリーの安心安全を担保する設計多重監視システムの採用、衝突安全性能追求など、ベブの心配事に対する対策も徹底しているんだな。ほんと、トヨタとスバルの電気自動車への熱意を感じる車に仕上がったわけね。そうだな。でもここからは、ちょっと一スバルファンとして感想を話させてもらうぜ。そもそもスバル車の特徴ってなんだと思う？そりゃ、水平対向エンジンと 4WD よね。その通りだ。その二つが今のスバルのアイデンティティと言っても、過言ではないだろう。特に他の国産メーカーを見ても、水平対向エンジンを積んでいる車はないしな。ぶっちゃけ、燃費とかそこら辺を気にする人は、スバル買わないと思うしな。つまり、電気自動車だと今のスバル好きの人を満足させられないってことかしら？現状だとそうなると思う。スバル好きが求めてるのは、レガシーやレボーグ、フォレスターや WRX といった、水平対向と 4WD だろう。少なくともウプ主は、そんな考えを持ってるわね。皆さんはこの電気自動車についてどう思ってますか？ぜひ、コメントで教えてほしいわ。少し不平不満な話になったが、新しい技術を入れていかないと、企業は生き残れないのはまさにそうだな。特に、クリーンエネルギーが世界的に叫ばれてるしな。だけど技術者の人はこうも言ってるんだ。EV になっても基本的には変わりませんが、モーターには走り出しがスムーズ。つまり高応答、シームレスという特性があります。これによって、今まで内燃機関の、自動車が苦労して打ち消そうとしていたところを一瞬で飛び越えることができるんです。すごく車が進化します。四駆でスタビリティを安定させるときに、高応答はすごく相性が良いんです。内燃機関は空気を吸って混ぜて火をつけて、初めてトルクが出ます。でも EV は、電気を流せばすぐに反応してくれる。その時間差はスタビリティを保つ上では圧倒的な差で、それこそ滑ってから機能する。VDC ビークルダイナミクスコントロールに対して、滑る前に修正されている。高応答ゆえに運転者が気づく前に対応して、いるみたいなこともできるはずだと思います。だから低迷路でも砂利途半とか難しい道でも、スイスイ登っていけます。そういったところを大事にしているスバルにとっては、EV はすごく親和性が高い、と思っています。とまあ、こんな感じに電気とスバルの新しい境地を開拓しようとしてるぜ。確かに、電気の力を使ってスバルの魅力にブーストをかけようとしてるのね。今では、電気自動車は結構あるからな。スバルらしさを取り入れて差別化は必要だろうな。市場も EV プラスなんかを欲してきてるってことなのかもね。先ほど紹介したおのしも、スバルへの期待に応え安心と楽しさを提供することも不可欠です。そのために、こだわったのは、スバルらしい走りの楽しさ、どんな環境でも安心を生む、AWD の制御、トップクラスの安全性、そして使い勝手の良さです。と言ってるからな。スバルの EV 事業はこっち方面で進めるんだろうな今後。EV でも走る楽しさを感じられるのなら、興味はめっちゃあるわね。2022年中頃に販売予定とのことなので、続報が出たらまた紹介したいぜ。とまあ、長くなったが、スバル好きには賛否両論出る車、ソルテラの話だ。ぜひ、ソルテラや今の電気自動車について思うことがある人はコメントで教えてね。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしているぜ。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
ここまで長時間お付き合いいただき、本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。